一昨年去年にかけて、合計3回、日本でツアーをさせていただきました。でその中で、桑原拓也さんという素晴らしい、詩人の方に出会いまして、で彼をカナダに呼んでパフォーマンスしてもらえたらどんなに面白いんだろうっていうふうに思ったんですよね。でそれが、ことの始まりです。バスにたまたま乗ったバスがあって、でそのバス横に座ってたカナディアンのおじさんがなんかiPhone でメールを読んでたんですけど、なんか日本語のメールだったんですよね。でちょっと日本語話せるカナディアンっていっぱいいると思うんですけど、日本語のメールを読んでるカナディアンそんなにいないじゃないですか。で僕その時日本語の小説横で読んでて、で隣で気づいたんですよね、向こうが。お前日本人じゃんって言ったら、僕の方もお前くそ何日本語のメール読んでんだよなんて言って、でそれ話したのがそのスティーブっていうカナディアンの友達で、でその彼はその時アートグループの多彩というものを主催してたんですけども、あんまり乗っていなくてもうやめようかなって思ってたらしいんですよね。で僕の方は僕の方で詩人なんだけどとか言って、ちょっとそういうの興味あるって言ったら、もう一気に盛り上がって、でそのもうバスでちょっとどの辺でしたかね、ブロードウェイのオンブロードウェイだったんですけども、グランビルから本当上の近くまでのところにいくら間の本当に多分10分もないぐらいの会話で、スティーブっていう彼に出会い、でその彼のその多才っていうのに関わるようになって、でそれ以降、僕は一緒に活動をして、英語の翻訳なんかも一緒にやっているその多才の、ファウンダーであるスティーブと一緒にこの企画を進めていって、で今年に入ってからそのジョイコガーハウス、からその支援をいただくことが決定し、またその支援を前提に、来年以降のイベントには、カナダ芸術カウンセルからグラントも降りるということが決定して、とうとうこのジャパニーズポエツノースオブ49というイベントが、開催10月に来月開催されることが決まりました。今話した通り、その日本で活躍されている、詩人の方をカナダに呼んでパフォーマンスをしてもらうというイベントで、第1回は、そもそもの同期である桑原拓也さんに来ていただき、2週間ぐらい滞在してもらって、合計、5箇所ぐらいの場所で桑原拓也さん と、僕のコラボレーションの、パフォーマンスをやらせていただきます。とにかくですね、桑原拓也さんという、日本の有名な詩人の方をカナダに呼んでカナダでパフォーマンスをしてもらうということは、まあ、多分これ一回きりになると思いますので、ぜひ見逃してほしくないなって思いますし、彼のその日本で活動している詩人の方の視点だったり、日本からカナダに移民している僕の視点だったりとか、いろんな視点があって、でいろんな日本を表現して、そのカナダにとっての日本っていうのはどういうものかっていうのを表現できていければなというふうに思っております。まあ、その一つとして、やっぱパウエルストリートにもともとあった日本人街だったりとか、その辺とも絡めてイベントを立てていこうというのもありますので、ぜひその辺も期待していただければなと思います。